はい、こんにちは、こんばんは。ピアノソレイユです。今回は Close to You セナのピアノ2という曲を、初級アレンジと上級アレンジ両方で弾いてみたいと思います。ではまず初級アレンジの方から弾いてみます。はい、では次は上級アレンジの方を弾いてみたいと思います。
はい、クローズトゥーユー、セナノピアノ2でした。この曲は1996年に放映されたロングバケーションというドラマの挿入曲として使われていました。実際に、木村拓哉がこの曲を、ドラマの中で弾いていたようです。とても人気のあるドラマで、月曜日は OL が街から消えるとまで、週刊誌に書かれて、このドラマの演技表で、ピアノを習い始める男性も増えて、いわゆるロンバケ現象と言われる社会現象を巻き起こしました。とても素敵な曲ですよね。また他の曲も弾いてみたいと思います。それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。では